MLB 大谷翔平176キロ弾丸激走2塁打鈴木誠也の前で開音4試合連続安打本拠地カブス戦に2番指名打者で出場エンゼルスカブス日本時間8日アナハイムエンゼルスの大谷翔平投手は7日日本時間8日本拠地カブス戦に2番指名打者で先発出場した 初回の第一打席で中堅への二塁打を放った。これで四試合連続の安打となった。実際の映像、一塁を回ったと思ったら、176キロ弾丸打球あっという間に二塁へ。同級生鈴木聖也外野手の前でまた快音を響かせた。初回の第一打席で相手先発対四のフォーシームを捉えた。 打球速度109.4マイル、約176.1キロのライナーで中堅に飛ぶと、大谷は迷わず一塁を回り、快速飛ばして二塁まで到達した。二試合連発の17号にも期待がかかる。大谷は前日6日、同7日の同カードで4回戦闘で迎えた第二打席で5戦ぶり右越え16号ソロを放つなど、二打数1安打2四球、1本塁打1打点。 打率は276、オプスは904となり、チームの逆転勝利に貢献していた。3連勝なるか。